ゲオルク・コルベ、ゲオルク・コルベは、ドイツの彫刻家である。ノルト・ベスト・ファーレン州のビーレフェルトに生まれた。兄に建築家になったルドルフ・コルベがいた。ドレスデン美術アカデミーやミュンヘン美術院で絵を学んだ。あと、1897年からパリで、アカデミー・ジュリアンでも学んだ。1898年から1901年の間、ローマに滞在し、ベルリン生まれの彫刻家。 テュアイオンに彫刻を学んだ1901年にオランダの女性と結婚し、1902年に妻とライプツヒに移った。1904年にベルリンに移り、ドイツ芸術家協会のビラ・ロマーナプレスを受賞した。1905年にベルリン分離派のメンバーとなり、ベルリン分離派の事務局を務めた美術賞のパウル・カッシーラーと親しくなった。1909年には、 フランスのサロンド・トンヌに出展し、そのオリムードンで暮らしていたオーギュストロダンを訪ねた。1911年にマックス・リーバーマンが辞めた後のベルリン分離派の会長を務めた。1913年から分離派が分裂した後、自由分離派に属した。第一次世界大戦中は、組用車両ドライバーとして動員された後、知り合いの外交官の行為で、 ドイツの同盟国だったトルコに滞在し、記念碑の仕事もした。1919年にベルリンへに戻り、その年、ベルリン芸術アカデミーの会員となった。1921年まで、ベルリン自由分離派の会長を務め、カッシーラーの画廊で開かれた表現主義の展覧会を開いた。世界的に有名な彫刻家となり、ナチスが政権を取った後も、ナチスには、 必ずしも協力的ではなかったが、多くの記念碑の注文を受け制作した。1936年に、フランクフルトアムマインのゲーテ賞、デアゴーテプレイスデアスタットフランクフルトを受賞した。1944年のドイツ国民啓蒙、宣伝賞が作成した重要芸術カリストに登録されていた。1930年代の後半に、健康を害し1939年に、 がんの手術も受けた。1939年にはスペインの独裁者フランコ将軍の胸像を制作した。1947年にベルリンで亡くなった。ありがとうございます。